始まるぞ。どうも、カイゼリンです。本日はですね、ミニアクション、ボルテス5、レビューしていきたいと思います。まずですね、この商品は定価3500円なんですよ。3500円で、まあこの彩色も綺麗で、5体のメカがボルテス5に合体するっていう、まあ、すごい機構なんですね。さらに完成品なんですよ。めちゃめちゃおすすめの玩具です。開けていく。中もですね、非常にシンプルな構造となってます。このブリスターにこの5機のメカが入っていて、手首がトワーンと入っていて、あと武器は天空剣だけとなりますね。そしてマニュアルが入ってます。ではね、遊んでいく！それではですね、まず5体分離状態ということで、1体ずつ見ていきましょう。はい、主人公、峰健一の乗る、ボルトクルーザーですね。ボルテス5の頭部を形成します。いや、塗装とかめっちゃ綺麗なんですよね。はい。でも、ここね、クリアパーツがしっかり使われてるのがいい感じです。で、まあ、一つ後ろがですね、もう、ボルテスの顔がもう露出しちゃってるんですよ。ちょっとこれですね。弾丸ジェットみたいな感じに なってしまってるんですが、これはまあ、価格的にしょうがないことかなーって思います。ただもう非常によくできてるんで、すごくいいなーと思います。はい。次がこの、ボルトボンバーですね。この5機の中で、一番このボルトボンバーのこの形が美しいんですよ。本当に戦闘機の形をしてるんですね。ここの後ろの、ここの処理が本当に上手で、素晴らしいんですよね。今までの超合金魂とかデラックス超合金魂、あれでもボルトボンバーの形ってここまでかっこよくできてなかったんですよ。それを一番、まあ値段的に安い、このミニアクションでここまでの姿を再現できてるっていうのがほんとすごいです。次がボルトパンザーですね。こんな感じで、胸部を成形しますね。ここのアームが動きますね。こういう風に収納形態にしておくこともできます。よいしょ。はいはい。これも結構よくできてますね。ここクリアパーツだし。そして、ボルトフリゲートですね。これもよくできてるんですよ。このミニサイズだから、ここの、なんていうか、こういう部分もちゃんと抜かりなくできてるし、このジョイントとかもですね、まだ合体するときに使うんですけど、ちゃんとこういう風な機構があって、すげえなーと思うんですよ。ぶっちゃけこのままでも許されるじゃないですか、値段的に。ちゃんと、まあ、なんていうか、こういう風にしておけるようになってるっていうのが、ちょっと、あれこれね、よいしょ。こういう風にジョイントを隠し据えるようになってるっていうのが、すげえなーと思います。最後がボルトランダーですね。これも、すごいんですよ。で、一応、こういうところが、すごくちっちゃいパーツなんで、気をつければ大丈夫だと思うんですけど、ちょっと折りそうを折ったら怖いなっていうところがあるにはありますね。で、ちゃんとここのフットドリルも再現されてて、よいしょ。こういう風に隠すこともできます。よいしょ、こんな感じですね。このサイズで、ここまで再現されてるってすごいですね。あとは、なんて言うんですか言うと、ここがですね、結構、なんていうか、かっちりはまらないんですよね。一応、結構、振っても落ちはしないんですけど、こう、ぐらぐらしやすいっていうか、これぐらいはでも全然許容です。素晴らしいです。では、行きましょうか。V together! Let's bolt in! では、ボルトクルーザーから変形させていきます。まずですね、ここのボールジョイントをこう抜く感じなんですね。こんな感じで、よし。こうして合体準備完了です。そして一番お気に入りのボルトボンバーいきます。まずですね、このウィングをこういう風に後ろに収納します。こんな感じですね。はい。こう入れて、さらに押し込むっていう感じですね。先に言わせてください。デラックス超合金魂だと、なんかこの羽を、このままこの押し込む感じで、ここに変な溝ができたじゃないですか。あれが僕すっごい気になってて、やっぱりこのね、しっかりここの溝なくて、この銀一色になるのがいいんですよね。そして、ここを開きますね。よし。こんな感じですね。で、機首を折りたたみます。こう折りたたむことによって、ここからこのジョイントが、なんていうか、出てくると言いますか、はい、その構造が合体感があっていいなと思います。では、ボルトクルーザーを合体させていきます。カチャーン、いいっすね。いいカッチリオンだ。では、ボルトパンザー、変形させていきます。まずアームをしまって、よいしょ。キャタピラを、こういう風に持ってきて、こう、押し込みますね。そして、コクピットを押し込みます。こんな感じですね。そして、ここの溝に、これを入れます。よし。いいっすね。続いて、ボルトフリゲートいきます。まずこの部分、こう押し込みますね。まあ、しっかりとは隠れないんですけど、まあ、十分です。そして、ここの合体ジョイントを出してきます。この、僕合体玩具において、合体ジョイントを出すっていう工程が一番好きなんですよ。はい。で、コックピット縮めますね。これで合体準備完了で、ここのジョイントとここのジョイント合わせて入れます。よし、このカチッと決まるのがいいっすね。最後はボルトランダーですね。まずドリルをしまいまして、ここのアンテナもしまいます。そして、分割して、こうしますね。反対側も同様です。こうして、そしてボルテスの足に入れていきます。カチャーン。カチャーン。そしてさらに腕をこういう風にしますね。こう黄色いパーツをスライドさせて隠す感じで、ですね、一応この拳のみこういった差し替えなきゃいけないんですけど、まあ、ただよく言うんですけど、拳を差し替えることによって結構大きめの拳になるんで、それは全然 OK です。ボルテースそれでは完成しました。ボルテス5。いや、本当にこの3500円なんですよ。3500円で5体合体までして、さらに、結構クオリティも高くてですね。いや、驚異の出来だなと思いますね。まあ、反面、超合金とかは一切使われてないですね。で、ボールジョイントですね。こういう風に。まあ、あと、まあ、先に稼働から見ていきましょう。本当に十分な稼働を持っていますね。これ二重関節なんですよね。すごいな。で、頭がですね、一応ここで繋がっちゃってるんで、ちょっと可動域が狭いんですよね。で、ここを取っちゃうと、多分ボルトクルーザーが固定できないんで、まあ、外すことはできないですね。で、足もですね、こうちょっと引き出し機構があって、こういう、よく動くんですよ。まあ、よく動くって言っても、ここまでですけど、合体玩具でこれなら十分じゃないですか。はい。腰は曲がらないですね。よっしゃ。これデラックス超合金魂が5万いくらで、これが3500円なんで、約15分の1ぐらいの値段なんですよね。はい。いや、僕遊ぶなら断然こっちですよ。ただですね、やっぱり科学的な問題もあって、武器は本当に貧弱なんですよね。天空剣しかついてないんで、超電磁ゴマも、ボルテスバズーカもないです。でも、全然構わないですね。まあ、もし、これ出た当初は、もしかしたら後で武器セットとか出してくれないかな、みたいなことをちょっと期待したんですが、そんな未来は来ませんでした。はい。では、天空剣持たせていきましょう。ではですね、まあ、武器持ち用の拳に変えて、こう、刺してあげるだけですね。で、一応気になるんで、ここも外すことができます。ここがね、もうちょっとピンクとかが塗られてればよかったんですけど、まあ、そこまでちょっと贅沢は言えないっすね。はい。いやー、天空剣かっこいい。ちょっと言わせてください。天空剣本当白吉行長さんの天空剣の発音めっちゃかっこよくないですか？もう俺、スパロボ声優で白石さんが一番好きかもしれないです。一応ですね、両手持ちはできるんですが、肩のこう引き出し機構はないんで、まあ、ちょっとこんなか、胸の前だとこんな感じになりますね。まあ、なんだろう、ちょっと弱々しい感じがしちゃうっていうのはありますね。まあでも、まあ、こんだけ稼働すればすごいですよね。反面ですね、頭上を高く上げるポーズだったら、結構かっこよく決まります。うん、いいっすね。天空剣を掲げて、もう V の字切りに今から入るモーションという感じで、かっこいいです。というわけでですね、ミニアクション、ボルテス5のレビュー以上となります。この玩具1年ぐらい前に買ったんですけど、僕の中でそうですね、まあ、殿堂入り玩具の一つですね。まあ、価格も良くてですね、ぶっちゃけ価格以上の価値があるって僕思うんですよね。いや、そんな玩具めったにないんですよ。まあ、正直高えなと思う玩具はいっぱいあっても、価格以上の価値っていうのはもうめったに出会えないもので、正直5000円って言われても、まあ、5000円が適正価格かなぐらいに僕思っちゃうんですよね。はい。まあ、そんぐらいもすごい玩具ですね。そしてやっぱり僕の中ではこれこそが僕、ボルテスの決定版かなって思いますね。いろいろ足りないパーツはありますけど、やっぱり遊んでて楽しいし、っていうことで。一応まあ、こういう繊細な部分とかもあって、取り扱い注意な部分はありますけど、はい。まあ、注意して遊べば本当にめちゃめちゃ遊べる玩具だと思います。はい。まだ、買えるかな。3500円プラス送料ぐらいで買えるのでしたら、まあ、非常におすすめなんで、よかったら遊んでみてください。言い忘れたんですけど、手首交換だけなんですよ、その余剰になるのも。余剰もそれだけ抑えられてるんで、すげえなーって思います。じゃあですね、私、現在、絶賛無職でございますので、よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。カイゼリーでした。今後ともどうぞよろしくお願いします。カードショップの元店長が秘蔵のカードコレクションや雑貨をレビューするチャンネルを作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなこいつくらいの気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。